ートマン。はい、こんにちは、バートマンです。今日は、ピッキングのアクセントについてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、以前アップしたピッキングの動画がありましたよね。あのピッキングの動画の中でもやりましたが、指の屈伸を使って弾きますよ、みたいなのがあったと思います。まあ、ゆっくりの時は指だけで、早いパッセージは、回転のピッキングと一緒に指の屈伸を使うと、速くなるよというのをやりました。この指の屈伸を使うとですね、何がいいかというと、アクセントがつけれるようになるんですよね。アクセントってつけれる人はつけれるんですけども、苦手な人本当苦手ですよね。すごくこう単調になりがち。なので、そのアクセントはですね、どうやってつけていくかを今日はやっていきたいと思います。ピックをギュッと握ると思ってらっしゃる方がね、非常に多いんですよ。ピックはね、ギュッと握りません。ちなみにですね、人間って3秒以上力を入れると、体が硬着するっていうのがあるんですよ。3秒以上こうやって力を入れてしまうと、ぐーってよりこう、なんていうの、動かなくなっちゃう。みたいなことがあるんですね。なので、力を一度ギュッと入れてしまうと、腕が硬着しませんか？多分ね、今40歳からの早弾きとかを見てもらってる方は、指がこう硬着してしまってる人もいるかもしれない。こうやって早く弾こうと思って。こうやってね、力入れちゃって。だから、力は入れないんです。ただ、ピックとピッキングを安定させるためぐらいの力感は持ってます。一応、ピックが逃げないぐらいの力感はあります。抑えてないかというと、抑えてますが、そんなに力を入れてないような感じかな。自分の中では、10から0で言うと、5のところで握ってます。なので、そのままですね、そのピックを今度回転のピッキングと同じ方向に向かって、要はそのボディ側に叩きつけるように、三味線でこう打ち抜くようにですね、チョッパーもこうやるじゃないですか。スラップもね。ってやるじゃないですか。打ち抜きますよね、こうやって。まあ、打ち抜かない、反発するのもあるんだけど、打ち抜くのもありますよね。あれと同じでこう、ボディの方に向けていくのがアクセントです。はい。三味線のこう、バチとかと、あと、スラップのような感じと同じという風になれば、いわゆるその回転なわけですよね。回転なんですけども、それだけだと、やはり速さが出なかったりするし、細かい動きができなくなるんですよね、ギターの場合は。なので、ここで屈伸のピッキングが出ます。屈伸、こうやって、屈伸ってこうやってほら、こういう風に押すので、押すというか引いたりするので、こう、くねくね、こうやるので、押してる、押し込むのにこう、押し込む動作が上手になるので、それをですね、下にやるんじゃなく、内側に、ボディ側に、こう押し込むような感じで、アクセントをつけます。逆にアップピッキングはそのこうやって屈伸の反対側ですよね。押して戻す時の戻すこの戻す時のピッキングで、やってます。回転のピッキングだけでもできるようにしましょう。それと屈伸のピッキングだけでもできるようにしましょう。回転も指の屈伸も合わさった状態で自然にもできるようにするといいと思います。では、ちょっと練習なんですけども、ドレミファソラシドをですね、最初の音にアクセントつける、2番目の音にアクセントつける、3番目の音にアクセントつける、4番目の音にアクセントつけるというような感じで、練習するといいと思います。じゃあ、1にアクセントつけるやつやってみますね。2にアクセントつけるやつやってみますね。はい、3にアクセントつけます。4にアクセントつけたやつやりますね。はい、これはいろんなスケールで試せますよね。いろんなスケールでですね。みたいな感じでやってもらえばいいと思います。あとですね、指の屈伸のピッキングで得意なのが3連携です。3連携と言っても、
ダウンダウンアップみたいな変速ピッキングのはね、屈伸が得意ですね。はい、ちょっとやってみましょうか。まず G のトライアド、その音、C の音、4弦の5フレット、3弦の4フレット、3弦の7フレット、これをですね、ダウンダウンアップ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 ってやります。これは今さっきのアクセントにちょっと似てるんですけども、ボディに押し付けるような感じでダウンダウンときます。はい、手首も何も動いてませんね。親指で押し込むような感じで、アップの時のアクセントみたいにこうね、指で屈伸、ちょっとわざとやりで大きくやってますけど、こうグーッとピッキングしてもらえば、はい。じゃあ練習のために C のトライアドを上がるようにしましょう。6弦から1弦に向かっていきます。まずは8、7、10、5弦に行きますね。5弦3フレット、4弦に5ね。はい、じゃあ4弦に行きましょう。4弦10フレット、3弦9、12。はい、じゃあ3弦に行きます。3弦の5フレット、2弦5フレット、2弦の8フレット、はい、2弦に行きます。2弦13フレット、1弦12、1弦15フレット、はい。というわけで、これアクセントとともに、指の屈伸の運動練習してみてくださいね。というわけで今日は指の屈伸のピッキングをですね、ちょっと深く掘り下げてみました。さらにね、レベルの高いレッスンをですね、僕のオンラインサロン駆け込みギターラボの方でやってますので、興味のある方はぜひ、概要欄の方からリンクをたどって見てみてください。それではありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画はこちらとこちらになっております。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。